こんにちは、エギョです。今日は DJI スパークの2日目、この場所で飛ばしていきたいと思います。 DJI スパークを飛ばす時なんですけれども、必ずしも平たいところがあるとは限らないので、こういうピクニックとかで使うようなローテーブルを持っていると便利だと思います。これをこの場所にドローンを乗せて離着陸させるための場所にしたいと思います。あとドローンを飛ばすときに必須なのはこういったサングラス。サングラスがないと空をよく見る形になるので、眩しくてドローンがよく見えなくなってしまいます。だからこういったものを必ずつけて、よいしょ、飛ばしていきたいと思います。で、Wi-Fi をつけて、よし、来た。 DJI GO のアプリを開きます。はい、 OK。 それでは離陸します。ということで、今日もこちらの DJI スパークを使っていろんなところ撮影してきました。ちょっと木にぶつかった時はどうなるかと思ったんですけれども、その後少し使った限りでは特に機体にも傷がなく、プロペラも問題なく回ってますので、とりあえず大丈夫かなっていう感じですね。あとは帰ってからもう少しちゃんと細かいところをチェックしていきたいと思います。この動画面白かったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。以上、エギョでした。ではでは。